ます。本日もですね、元気にペッチャ分からお届けしております。今日はですね、スーパーカブをいよいよですね、修理に来ております。はい、まあ、修理といってもですね、鎖骨骨折で、川島、スーパーカブをですね、体を手して守りましたので、ほぼですね、修理するとかないんですが、まあ、カゴとかですね、それからミラーとか、それから、もろもろ、はい、細かいところですね、交換ですね、はい、してもらう作業をします。それとね、あと吹き上がりが悪いのでスパークプラグをですね、交換するのと、あとブレーキをね、ちょっとチェックをしてもらって、今日はね、一日、まあお昼頃までかかるそうなので、これからちょっとね、カフェの方へ移動して仕事をしたいと思っております。はい、さあこれでですね、修理が終わってショートトリップの方へね、出かける準備をしたいなと思います。まだですね、取り付けに時間がかかるようなので、これからちょっとね、気になるね、カフェに行きたいと思います。何回かね、前は通ってるんですけども、まだね、行ったことがないね、カフェちょっと行こうかなと思います。うわ、ここはあれですね、警察署ですね。警察って、刑務所ですね。刑務所、確かここにあったと思う。刑務所、はい、あ、刑務所ですね。まあ、刑務所はですね、女性刑務所は国道21号線のね、方にあるんですけども、カメラ回したらやっぱりみんなに見られますね。YouTuber とも思われてるかな。この道はですね、この道の右側ですね、右に国道21号線が走っておって、その内側のね、まあ市内の中のメイン通りという感じですね。はい、結構距離あるな。800m ぐらいあるって、バイク屋さんが 800m ぐらいあるって書いてあったな。それでですね、ペッチャブはね、バスターミナル、ここにもね、バスターミナルって書いてあると思うんですけども、バスターミナルがね、市内の中に一つと、あと国道21号線のね、方に一つ、はい、あります。もうすぐね、はい、はい、あそこの信号が21号線ですね。はい、もう少しですね、気になるカフェだと思うんですね。ホリデーってお店かな。はい、まさかホリデー、今日休みじゃないですよね。こちら、こちら、あ、開いてる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 。
はい、今ですねバイク屋さんで、取り付けをね全て終わりました。はい、で今回ですね取り付けて、まあ、交換したのはですねこちらの風防ですね。これがもうバキバキに割れておりましたのでこれを交換いたしました。それからですね、こちらミラーですね、はい、こちらのミラー、はい、こちらもね割れていたので交換いたしました。はい、黄色のねミラーを、はい、購入いたしましてこちらをね取り付けております。それからこのカゴ、はい、カゴもですねバキバキに壊れてたので今回はあのちょっとですねステンレスの丈夫なやつをね購入いたしまして、はい、こちらに変更しております。それからですねフォグランプですね、はい、フォグランプもですねもう片方がね切れておりましたのでこちらをね、交換しました。で少しですね、こういうの大きいものをね購入してみました。まあ、これでね夜走行も安心かなというところですね。はい、それとあとですねこちらこの足を置くとこですね、こちらもですね黄色のアクセントでね黄色のものに交換しましたけどもまあ壊れてたんですね。まあでもまあ汚れが目立ちそうですねそれとですね実はあのもう一つ今嫁さんがこれからやろうとしてるんですけどこれをね買ったんですよ。これ黄色の可愛いでしょヘルメットの。あのこちらがですね、まあ、スマホのホルダーなんですけどもあの太陽が眩しくてですね、まあ、僕の頭じゃないですよ、太陽が眩しくてですねスマホの画面が昼間あんまり見えないのでこちらを取り付けようとしたらですね干渉しちゃうみたいですねこの風防に。はい、それであの取り付かないということで、こちらのね嫁さんのキティ号に取り付けようかなということで今やっております。はい、こちらね、嫁さんのバイクの方へ取り付けました。はい、まあこれね昼間太陽ねなかなかね眩しいんですよね。この対策をねどうするか考えなきゃなんですね。それとですね今回はですね、まあ、ブレーキのチェックとですねそれからチェーンのチェックギアのチェックそれからあの吹き上がりがねあまり良くなかったのでスパークプラグっていうんですかねそれもね交換してもらいました。でオイル交換もしてですね全部で取り付け費も全部込み込みでですね460バーツですから、まあ、2000円かかってないかなと。ですから、まあ、あのタイはあのバイクは特にね修理代は安いですね。これでですねいよいよ、修理も終わりまして、メンテも終わりましたので、近々ですね、ハブでこの辺りねショートトリップに出かけたいなと思います。お楽しみに。